ドラクエ10オフライン続きね、やっていきます。前回ですかね、ものすごく大きな進展がありまして、500年前のこのグレン城下町だけじゃなくて、500年前の世界をもう地獄に陥れていた、偽りの太陽ね。まあ、僕の中では、まあ、いけない太陽って呼んでるんですけど、まあ、そのレイダメテスね。それをぶち壊すことに成功しまして、で、晴れて、はじゃぶねの術が、現代にまで、おそらく伝承されているであろうというところで、終わりました。で、今回は、まあ、おそらく実際に現代に戻って、本当に継承されているかどうかを、まあ、確認するところからね、始まると思うので、早速、やっていこうと思います。またね、この鉄道に乗って、戻りましょう。戻れるんだよね。あの時のなんちゃら言う人がいるはずなので、この人ね。こんにちは。私もあなた様のご活躍をここで拝見させていただきました。手伝え、ゼーベス。お前、見届けるだけか。さあ、元の時代にお戻りになりますか。これ一回戻ったらもう来れないのかな ?500 年前の世界。ちょっとそれはそれでね、寂しいけど。500年前にも仲間がね、できましたから。伝承されてんだろうな。これでされてなかったら、もう面白いけどね。え?白線の内側までお下がりくださいのやつ?ゼーベスに挨拶はいいのか?いいのか。まあ、あいつ、特に関わりなかったもんな。そうだよな、イオリな。ねえ。エルジュとかね、ガルミーとか、ヒメアならね、挨拶しますけど、まあ、ゼーベスはいいか。100% 銀河鉄道のやつ。39のやつ。あ、フォーローさんでここで会う?こんにちは。あ、駅弁が喉に詰まっちゃった。イオリです。だいぶびっくりしたんだな。そのジョイフルかつハートフルな顔、過去ではうまくやったようじゃの。ルイ、わしに話を聞かせてくれんか。あれか、フルッカの家でずっと待ってたわけじゃないんだね、ホーローさん。いろいろありまして。レイダメですね。世紀の歴史だとおそらくあの儀式が行えずにそこで途切れたんだろうね。そこで術の継承を手助けし、はじゃぶねを現代まで途絶えさせないよう、その少年と約束してきたというわけか。そうだね。だからフルッカが術を継承している歴史になってるはずなんだよね。今現代だとすごいニートみたいなね、何にも気力も何もない感じでしたけど、まあおそらく、歴史変えたから意識高い系になってんじゃねえかなって。なんか意味もなく横文字ね、使ってんじゃねえかなって期待してるんですが。今、伊織さんの言ったこと完全にアグリーですとか、
あ、いおりさんもうあれがあれなんで、もうリスケこっちの方でしときましたみたいな。そういう感じのフルッカーをね、僕は期待してるんですけど、どうでしょうか。ついでに最悪の源を海に落としてきたというか、お主はあっぱれな男じゃの。うん、まあでもネルゲルの誕生は、うん、阻止できなかったんだよね、残念ながら。とにかくこれで羽舎船の術が復活して、ああ、フルッカよ、フルッカがどうなってるかよ。フルッカじゃない可能性もあるからね。早速、うん、羽舎船使いの末裔を訪ね、お主と少年の約束通り。いや、これなんかドキドキとワクワクが止まらねえな。年中無休だな。うん。グレン城の城下町に住むフルッカという魔法使いじゃ。フルッカね。まもなくグレン城、グレン城。いや、どうなってんだろうな。前の方から順にお降りください。読めないな。一緒に行きますか。ちょうどグレン城下町駅に着くわ。それでは、いや、一緒に行けば。なんか行動を共にするのを嫌うよね、放浪さん。毎回現地集合だからな。仲間たちっていうことはあれか、ヒューザたちか。ああ、ヒューザたちにもちょっと話してあげようぜ。あ、いるね。ちょっと話したいぜ、ヒューザ。無事に戻ったようだな。まあお前ならうまいことやるだろうと思ってたぜ。相棒フーラ、お帰りなさい、イオリ様。え、ヒミア様に会った。え、ヤクル様にまで。え、フーラは、え、ご存知なの。エルフだよね。ヤクル様のことは学びの庭で教わったことくらいしか知らないけど、そんなすごい人と会えたんだねと。まあ、エルフの世界だとすごく著名な人なんだ。はぁ、ダストも一応聞いとくか。で、で、500年前のガラクタってどんなものでした。お前やっぱここで一回死んどくか。ダストンはもうダメだな。よし、じゃあフルッカの家に行きましょう。ここだね。フルッカ、意識高い系になってるのでは。誰？ここはフルッカおばちゃんのお家よ。おばちゃん、え、おばちゃんっていうことは、え、他にあれかいるんだ、一族が。フルッカだけって言ってたからな、最初出会った時。あ、見た目は変化なし。フィフィ、また修行を放り出して本ばかり読んで。いや、マジか、ガチガチの意識高い芸人本当になってる。アグリーとリスケのパターンのやつ、これ。あら、あなたは。どうなんだろう、覚えてんのかな。まさか。イオリです、イオリです。失礼ですが、あなたは。これもしかしてエルジュがずーっと代々あれかな、教え、あれか、教えとけよみたいな、500年後に現れるからみたいな、そういう感じのエモいやつでは。イオリです。ついに羽舎船氏の悲願が果たされる時が来たんですね。やっぱりだ、代々受け継いでてくれたんだ、イオリっていう人物が後に現れるからみたいな。またエルジュ、お前の変わりようもすごいぞ。あれっておとぎ話でしょう。いや、違うんだよ。フィーフィーって誰？おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話なの。この方こそ私たちが待ち望んでいた人。いやー、すげえ。 IT 会社にいそうだな、古っかな。すごーい、変わるなぁ。人は変わるぜ。あの子は私の目、フィーフィー。
次の継承者にと考えておりますの。ああ、なるほど。しっかり伝承される予定なんだな。秘めた力は歴代ハジャブネ氏の中でもずば抜けているんですが。すげえ。ご覧の通り。まあ、まだ子供だしね。なんでですかね。やる気が全然なくて、なんでもすぐ無駄だって。ああ、これは。あ、わかります。制作人はお前が言うなって言わせたいんだろうね、おそらくね。古っかお前が言うなっていう。せっかくハジャブネ氏の一族は、あなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中で、その到着を心待ちにしていましたのに。いやー、エルジュ、ちゃんと、ね、仕事をしてくれてるわ、これ。ずっとお待ちしておりました。会いたかった。この古っかに会いたかった、俺たちは。この世に大いなる闇が生まれし時、一人の旅人が、ハジャブネの術を求め、我ら一族の前に現れる。その時が来るまで、絶対に、ハジャブネの術を絶やしてはいけない。エルジュ。サンキューな。父祖エルジュより500年、ハジャブネ氏は、代々その言いつけを守ってまいりました。すげえ、500年。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき確信したのです。あなた様を冥王の元まで運ぶハジャブネ氏に私が選ばれたのだと。そうです。選ばれたというか、まあね、そういうことになってるんですよ。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂へ向かい、あなた様の到着を待っております、うん、うわー、かつてエルジュがね、船を出したところでフルッカさんも出してくれるんや。歴史は繰り返すな。いや、変わりよう見た。みんなよくぞやってくれたの。ちょっと怖いくらい変わってんな。お主の働きでハジャブネの術は無事継承され、うん、あの物草だったフルッカも見違えるような魔人間になった。いや、変わりすぎではねえ。ハジャブネで冥王の心臓へ行けるか、まずそれを確かめるのじゃ。なるほど。さあ行くがよい。ランドン山脈の山頂でフルッカがお主を待っておる。ホーローさんは来てくれないのか。頼んだぞ。わしはお主の力を信じておるから。あ、これ来る気ないね。高みの見物をちょっと決め込んでる感じがあったから。マジか。あ、ホーローさん結局な、一緒にいても何もできねえ人だったからな。よし、じゃあランドン山脈行きましょうか。あ、ちょっとみんなに聞いてみようか。あのフルッカの代わりをビビったでしょ。今度こそ冥王のところへ行けそうだな。腕が鳴るぜ。あのウェリーのイオリをやった時みたいにやっちゃってくださいね、ネルゲル。いよいよ冥王とやらのガラクタにお目にかかれそうですね。きっととんでもないガラクタですよ。ガラクタのことしか言わねえな。イオリ様、頑張ろうね。シンプル。シンプルフーラだったな。あー、行くか。勝てるのか、果たして俺たちは。あ、みんなのレベルってどうなってんだろう。イオリさんは25から27に上がったけど。あ、みんなはそのまんまか。まあそりゃそうだよな。ちょっと過去編でイオリさん一回死んだからな、ちょっと適性より低い感じはするけど、まあとりあえずね、心臓を見に行ってみるか。おそらくまあ入って出れないことはないだろうから行ってみましょう。あ、いるね。いてくれるわ。お待ちしておりました、イオリ様。ついにネルゲルの巨像、冥王の心臓に乗り込む時が来ましたわ。
はじゃ船を呼ぶ準備は整っております。このまま冥王の心臓にお送りして本当に、え、そんな聞く？帰ってこれるんでしょう。エルジュの時も一応帰れたからな。なんかワープゾーンみたいなのがあったもんね。え、引き返せなかったら詰むけど、さすがにそこまで厳しくないよな。よし、行こう。いい感じの船出してよ。それでは参りましょう。参りましょう。おー、え、志村けんパターンか。フルッカの場合はそうなんやな。いかがです？いや、ちょっドリフ好きにはまあね、いいでしょうけど、な、エルジュが出した方がいい。なかなかモダンな趣でございましょう。エルジュの方がなんか良かったな、デザイン的には。あの、はじゃ船師によってデザインが違うんだよね、確か。あら、ずいぶんと不安げなご様子です。いや、不安っていうかまあね。でもこのスワンちゃんが最高のはじゃ船だとすぐにお分かりに。乗り心地がいいのかな。ネルゲルの仕業か。あ、積んだ。完璧積んだわ、これ。はじゃ船がないと、だって、ネルゲルの心臓の内部まで到達できないんでしょ。あ、積んだ、これ。世界終わったわ。ありがとうございました。え？だから何やっても無駄だっていつも言ってるのに。なんだ、もしかしてフィーフィがやってくれるのか。歴代最強と歌われてるんでしょ。おとぎ話はおとぎ話、おとぎ話は現実でないから楽しいの。だいぶ冷めてんな、考えが。大人びてるというか。え、マジで出せねえの？積んだ。アバサバ、ごめん、積んだわ。あ、帰ってきちゃった。いや、もう謝って済む問題じゃないよ、これ、フルッカ。これ、どう落とし前つける自分。本当に。エルジョに合わせる顔ないぜ。どう、マジ、どう、ホーロー、お前どうすんだよ。冥王の心臓の放つ邪悪な力が予想よりはるかに強くなっていたようです。じゃ、言い訳はいいんだよ。え、どうすればいいの？その邪悪な力に打ち勝つ方法とかあります？あのはじゃ船は私の全力でした。フィーフィだ。もうフィーフィしかいないよ。誠に申し訳ありませんが、私の作るはじゃ船では冥王の心臓へたどり着けません。スワンとかちょっとふざけたからやん。もう残された希望はフィーフィしかいないよね。歴代最強のはじゃ船使いの素養があるんでしょ。だからフィーフィ出せよ。ほら来た、フィーフィ。何やってもおとぎ話は現実と違うから素敵なのよ。所詮現実なんてこんなものよね。なんでこんな冷めた感じなんだろうな。なんか理由があるのか、フィーフィ。ちょっとお兄ちゃんに話してごらん。なんだとこのガキ。あ、待って、ヒューザ待てって、剣向けるなよ、お前。あ、フィーフィ、あそこにいる兄ちゃんはもう、勝手なったら何しでかすかわかんないから、もうここだけの話一人殺めてますから。やっちゃってるから、ちょっとあんま舐めた口聞かない方がいいぞ、フィーフィ。な。そういえば、本を持ってる。
フーラはちょっと干渉剤的な役割を果たしてくれてる。そのタイトル、昔の勇者の話。昔の勇者。おとぎ話よ。そう、作り話。何にせよこうなったらフィーフィの修行を終わらせ、彼女にハジャブネを作ってもらうしか。やっぱそうか、フルッカよりも確実にいい船を出せれるんでしょ、修行を終えたら。あの子の才能は以前申した通りずば抜けています。何を隠そう、今でも私よりは上。あの子供にしても上なんだ。フルッカさんが大したことない説はないですか？いや、もうあの子はもう今の自分より上なんですってすごい言ってるけど、お前が大したことなかったら子供でも十分抜ける可能性あるからね。そこんとこ大丈夫そう、フルッカ。でもあの様子じゃ修行をやる気なんぞ全くないんじゃないですか？なかなか見どころのあるポンコツ娘ですね。ダストン的にはちょっと、そうか、ポンコツだもんな。大丈夫じゃ、あの子も胸の内はソーホットじゃよ。ソーホット、なんでわかるんだ、ホーローさん。信じておらんのじゃなく信じさせてほしいだけなんじゃ。おいおい、マジか。あと何か一押しだと思うんじゃがな。何かきっかけが必要なのか。はあ、言ってることがよくわかんないな。なんか明確にしてほしいな、やるべきこと。ところでお主、まだキーエンブレムを全部集めておらぬな。いや、放浪さんが来い言うて途中で言うたんじゃないですか。こっちはもう連動は行ったんすけど、なんか何も発生しなくて。で、放浪さんとこ行ったら放浪さん全然話と違ってダメで、冥王の心臓まで行けなくて逃げ帰ったの忘れてます？もしかして放浪さん。僕まだ覚えてますよ。まだ謝ってもらってないっすよね。本当に。フィーフィのことは一旦わしらに任せて。大丈夫、放浪さんの今信用度ゼロよ、俺たちの中で。大丈夫か？来たるべき決戦に備え、さらに力をつけてくるがよかろう。エンブレムを集めろっていうことか。その本面白い？うん、まあまあね。バカみたいにご都合主義でお気軽に読めるわ。あれか、フーラとはちょっと年も近いから話が合うかもね。でも勇者っていろんな困難を超えるんでしょ？ご都合主義なのかな。まあでも伝承される事柄って大体ね、やっぱヒーローを立てたがるからな。いいところしか書いてないでしょ。最後には必ずうまくいくでしょ。そんな都合がいいことなんてあるわけないじゃない。いや違う、うまくいった歴史だけが伝えられてんだよ。そりゃなんていうのかな、都合、ご都合主義とはまたちょっと違う気がするけどな。小さい頃はワクワクしてた。フソエルジュと仲間たちとの友情に、それが起こした奇跡に熱くなった。イオリさんそこにいましたよ。4人で頑張りましたよ。でもね、全部作り話なの。望めば叶うなんて無理でしょ、常識的に考えて。いや、作ってないんだけどな。ねえ、あのエルジュの成長物語をもう間近で見せてあげたいわ、フィーフィに。術って冷静に合理的に組み立てるの。あるのは自分の能力と使いこなす技術。願いとか希望なんかじゃ何もできないの。いやー、それだけ、エルジュは違ったぞ。最後熱い自分のなんか願いというか思いでさ、塩童話を動かしたわけだから、それだけじゃないと思うけどな。
から、そうしたいから、そう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 。頑張って修行できるんじゃないかな。フーラの言う通りよ。最後にはうまくいく、じゃなくて、うまくいくように、歯を食いしばって、できるまでやったんじゃないかな。いやー、いいこと言いますな、フーラさん。ああ、それが言いたかった、イオリさんも。それでも、それでもできなかったら？できなかったらどうするの？無理よ。無理、無理。できるまでやるんだよ。歴代最強とか、天才とか言われてるこの私が。あ、そういうことか。プレッシャー感じてんだ。ああ、そう、なるほどね。そっか、天才ゆえの悩みというか。確かにフィーフィが出したハジャブネがダメだったら完全に詰むもんね。その、そういう状況を知りたくないっていうことか。もう、おしまいじゃない。いやでも、出してくれないことには始まらないんだけどな。私は、できると思うな。うん。よりもできると思う。出してみな、トリマ。いい加減なこと言わないで。あなたに何ができるっていうの？フーラは何ができたっけ？フーラ。じゃあこうしよう。私たちこれから五大陸の町全部のキーエンブレムを集めてくるわ。おい、勝手なこと言うなよ。まあ、フーラに言われたらやるしかないけど。は？一つだけでももらうのが大変なものよ。え、キーエンブレムってそんな大変なものだったんだね、やっぱり。うん。だけどさ、私たちは、それをできるって信じてる。それを見せてあげる。なるほど。無理に決まってる。なる、フィーフィーが無理だっていう風に思ってることを成し遂げて、無理なことなんてないんだよっていうことを伝えるんだね。無理っぽいよね。だからさ、できたら、できるのを見てて。できないのを見ててあげるわ。まあ、フィーフィーはできないって思ってんだな。うん。うん。なるほど。今、フーラがフィーフィーに言ったようなことを、ホーロー、お前が言わなきゃダメなんだよ。